ゴールド・シミット家は、金融業の著名な門伐であり、もともとは、フランクフルトのユダヤ系ドイツ人の家系のゴールド・シミット、ドク、ゴールド・スミット・ハウスであった。オランダ東インド会社のゴールド・スミット家と混同され、安く、同じユダヤ系であるが別の家系である。期限は14世紀に遡り、ほとんどのメンバーは1614年のフェットミルヒの反乱の後に、フランクフルトを離れている。 そして、18世紀まで戻ることはなかった。ファミリーは、マインズの同じユダヤ系のビショフスハイム家と特に深く関係していた。ビショフスハイム・ゴールドシミット &C 銀行は共同で管理され、1863年にオランダ貯蓄信用銀行との最終的な合併につながった。近年では、ゴールドスミスファミリーとして、ロスチャイルドファミリーとの関係も深まっている。 ビショフサイム家も同様で、ロスチャイルド家と隕石関係である。なお、ビショフサイム家は、カモンド家とも隕石関係である。カモンド家も、ユダヤ系で、現在のトルコイスタンブールを起源として、オスマン帝国において1863年に帝国銀行ができるまで御用銀行家であった。1870年には、ビットーリオエマヌエーレ2世の世襲会計係を創設した。 この家は二度の大戦により断絶している。しかし、ビショフスハイム家、ゴールドシミット家、ロスチャイルド家は健在である。ありがとうございます。